親指姫みたいな宇宙人さんがたった一人でこの地球へ。よく空想したの。お人形の家に住めたら素敵だろうなって。パピさん、これで同じ大きさね。ねえパピさん、私早く家の中を見てみたいわ。お人形になったみたい。かわいいキッチン、そしてこの階段を登ると豪華なバスルーム。これでお湯が出たらな。本当ドラちゃん素敵。そうだわ。ねえねえ、私の小さなお友達を呼んでもいいかしら。私のお人形さんたちよ。すごい。あら、これで綺麗になったわ。ピーナッツ。そうだわ、あれだってできるんだわ。牛乳のお風呂よ。そんな大変なことがあったなんて。任せてちょうだい。パピさん、遠慮なくうちにいてね。焼き払われてたまるもんですか。確かに頑丈そうだわ。心しておくわ。探査球ね、鍵をかけてカーテンを閉めておくわ。もう大丈夫だってば。じゃあ待って。おやすみなさい。あら、のび太さんたち来てるのかしら。ごめんなさい、お買い物に行ってたの。おいしいケーキがあるわよ。お、パピさん、みんなどこに行ったのかしら。ん、そうだわ。はい、今準備中。幸せ。みんな戻ってきたのかな。まさかフィッシャーが。何すると話して。この人が。知りません。私が来た時にはもう。選手が活躍する時でしょ。私だって怖いわよ。でも
しまってる。シュネオさん、来てくれたのね。シュネオさん、シュネオさん、シュネオさん、大丈夫なの？すごいよ、よかった。宇宙最強だ。右方向から逃げてくるわ。スネオさん、地上ではのび太さんたちが頑張っているんです。行ってきます。よかったわね、トピさん。今度はティーナさんも一緒に。